用意しなきゃいけないんで、まあ、細かいところいろいろあるけれども、面白いっていうことを、言ったんですけれども、新書だから、細かい詰めはあんまり失敗してないというところがありますけど、非常に面白いです。というのがあります。それから、2、3点、今気がついたことがあるんですけど、第1点はですね、アジアの眼光形態っていうのは、やっぱりいや、僕は、青木さんのタイトル見たときにバージョン2っていうことの意味が分かんなくてですね、今やっと分かったんですけども、要するに青木さんとか、のとは違うということだと思うんですけど、やっぱりアジアの眼光形態、が、確かに、基本的にはそういうことが起こっているけれども、アジア諸国は、非常に単純化して言うと、輸入代替をやらないで、例えば日本からの委託加工を中心として、あるいは部品を輸入しながら、あるいは基礎的な原材料とか部品を輸入しながら、輸出代替をやっていくっていうところで、かなり、そこが、古典的な入代とは、違うということが一つ。それから、やっぱり、もう青木さんよく今、詳しく説明されたことですけれども、直接投資の増大、世界的な直接投資がの増大っていう、それは一つの理由は、80年代の、途上国債務問題で、資金の貸借って、ね、非常に、いろいろ問題が起こるということが、市場の失敗が非常に、の可能性があるということの反省によるものでもあるんだと思うんですけれども、その直接投資を中心とした、資金循環、あるいは技術循環の中で起こったということが、なぜかそこに、世界史的な、意味があるかなという感じが今もちょっとしました。それが1点目ですね。それから、メモで言うと2点目ですね。だから、メモで言うと3点目は、今言われたんですけれども、ルイスモデルっていうのは、農村から、無制限的な労働供給が、製造水準の賃金でもってあると。で、労働の供給の弾力性は無限大であって、基本的に都市、あるいは工業からの労働需要が、経済発展パターンを決めるんだっていうモデルだと思うんですけれども、そういうもので、ルイスモデルっていう、そういうルイスモデルをそういうふうに理解しますとですね、日本についても最近、異論が出てきて、中国については、ちょっとモデル自体を考えなきゃいけないんではないかという気がします。日本についてはですね、これはちょっとあんまり賛成ではないんだけども、今、青木さんも言われたように、林テストとの論文が出てですね、戦前、彼らが問題していることは、日本はこれだけ戦前から成長してきたのに、高度成長、激しい農業からの労働移動っていうのは、戦後になって起こった。戦前期はそんなに起こらなかった。農業の人口が激しく減って、工業化が起こる過程は戦後に起こったのはなぜかということをね、分析し、考えたんですね。で、結局彼らの意見は、戦前民法では長子相続制で、長子は農村にとどまなきゃいけないから、人口移動がそれによって制限されたんだ。で、戦後民法で長子相続制がなくなったことが、急激な労働移動をもたらしたんだっていう議論をされてるんですね。これは本当にいいのかどうか、面白いです仮説だと思うんですけれども、そういう意味では、デマンドサイドじゃなくてサプライサイドが、非常に効いてるっていう議論になるかと思うんですね。これについては、ジョルゲンソンがもうかなり昔、1960年頃に、そういうことをルイスモデルの批判として言ってるらしいんですけれども、そういうサプライサイドを重視してルイスモデルを批判するっていう立場があるということですね。で、ルイスモデルはしないんですよね。
そうですかね、やっぱり上乗せですかね。はい。ああ、そういう、うん、今の社会って、うん、僕は彼らが言ってるように、法律というよりかは、むしろ、うん、農村における社会規範、農村規範みたいなのが重要で、例えば、そのイリゲーションとかなんかを、維持するために家族が責任を持ってやらなきゃいけないというようなことを、そういう社会機関の方が法律より重要だと思うんですよね。ベストって話をしてるよ。で、地方の場合には、なんか文化大革命とか、あるいは文化教時代みたいに農村が出ちゃいけないと。で、農村が出てると、使用心を復活するという形で抑えるわけで、そういう、なんか、政治的な、あるいは社会的なメカニズムが、あると、ルイスメカニズムが働かない。で、それがなくなると、ルイスメカニズムが働かない。そういうパターンがある。そういう意味では、最初、林さんの議論に、形式的に、結果的に同じことになる。はい。ああ、そうですか。ただ、林さんの議論については、長期相続性だった、長期相続性っていうのは二面性があって、長男は出ちゃいけないんだけども、次男、三男っていうのは、逆にものすごく出るインセンティブが出てくる。土地もらえないわけで、で財産もらえないわけで、で、宣伝では養子に行くっていうのがものすごく、次男坊、三男坊っていうのは養子に行くっていうのが、まあ、出世の一番の早道で、で、また、同じ理由で、都心でインセンティブがあったんですね。だから、ちょっとここのところ、まあ、青木さんの規範の問題もあるかもしれませんけども、ちょっとまあ、考えてみるとどっちかあるのか。なんか、だから、別所さんが完全に働かなかったわけでもないんですよね。そういう意味では。だから、二男さんが出てきて、だから、1400万人が、はい、まあ、ずっと維持されてるんだけど、それ以外の人間はどんどん出てきて。そうです。そういうことですよ。はい。中国でも、まあ、これも青木さんが言われたんですけれども、これ、僕も中国のことをちょっとやってる頃に、中国の人に聞くと、なかなかこれ労働移動を制限してるっていうことを中国の人は認めないというところがあって、だけど、やっぱり日本の研究者の中に見ると、やっぱり戸籍制度っていうのは、まあ、かつては、食料配給とかですね、そういうことがものすごくあったもんだから、非常に効いてたわけで、今でもだけどやっぱり、教育とかの、まあ、青木さんも詳しい、現状をお話になりましたけれども、かなり、現在でも効いているような気がしてるんですね。で、そうすると、そうですね。やっぱりこれもルイスモデルに効かない状況ですよね。ルイスモデル的な状況は確かにあるんだけれども、決してその、ルイスが考えているような、現代の弾力性を持った、労働供給ではなかったということを確認してます。ね。それから、4番目に僕はこの大泉慶一郎さんの本を読んだときに思ったんですけれども、自己ボーナスの自己配当っていう場合に、生産年齢人口を増えていく過程でですね、アジアでも、どこの国でも高長地区、それから高成長が起こるわけですよね。だけども、不思議なのは、例えば、大泉さんはタイの専門家なんで、タイを基本的に念頭に置いて書かれているようなんですけれども、タイなんか見てもですね、日本のように巨大なですね、その貯蓄がですね、溜まってないんですよね。それが非常に不思議なんですね。で、日本だと同じ人口ボーナスでもって、家計が巨大な金融資産を蓄積してるんですけれども、